初めて商売をしたのは、あれは小学校1年生の12月31日。あの頃は今みたいにレジで精算でなく、すべてが1対1の対面販売でした。お店の手伝いで筋子を売りました。一度閉店間際に帰ったお客様が戻ってきてくれて、僕から買ってあげるねって言われたのを今でも嬉しく覚えています。今毎週月曜日、地元契約農家さんで自分で収穫に行っています。取れたてのモロヘイヤ、ツルムラサキ、バターナッツ、巨峰、小松菜、プルピエなど実際自分で取っています。農家さんが丹精込めて作った野菜を自分の目で足でお客様に届けられたらなって思っています。元住吉のお客様に支えられて35年、これからももっとお客様と共にあり続けたいと願っています。